どうも、ドルーグのボーカル片山ひろきです。お願いします。ギターの荒金ゆたろうです。お願いします。まず俺たちは幼稚園からずっと一緒で、幼なじみでみんな東京出てきてバンドやってるんですけど、まあ、メンバーの一人が家庭の事情で地元に帰らなきゃいけないかもしれないっていう風になって、それがちょうどこのアルバムの制作前ですね。はい。でどうしようかどうしようかってみんなで何回も話し合ったんですけど、まあなんとか解決してバンド続けられることになり、その問題前から解決後まで経てできた一枚という、なんでミニアルバムなんですけど結構濃い内容にはなってると思います。はい。最初からその3つのキーワードがあったわけではないんですけど、出来上がって全6曲をバッと見た時に、あ、感情線出らしね、で月もテーマとしてあるなって思ったんで、アートワークもそれで関連付けたりとか、アルバムリリース発表も満月に合わせてカウントダウンして満月の夜に発表っていう風にしました。はい。なんか流れとしてはこうまず4人で作ったデモを聞いてもらって、でもっとこういう、展開とか合うんじゃないとか、そういうやり取りしてどんどんこう曲を詰めていくっていう感じで、まあ、0から1のところは今まで通りバンドでやって、それをこう広げる作業を手伝ってもらったっていう感じです。なんか今回初めてその曲を全部コードに起こして、で全部、ね、譜面に書いて、でそれでこうそのアレンジャーの人とやり取りしてっていうやり方初めてだったんで、それ勉強になったし、なんだろう、その机に向かって曲書くことなんて一回もなかったんで、でそのやり取りの中でもうその譜面を見て、ここのコードは同じ流れになるから変えようとか、なんかそういうやり取りでやってって、でそれをみんなに見せてまた演奏してみたいな感じで、すごい新しい体験で成長できたと思います。はい。 We Are Family は一番最初にできた曲なんです。でファミリーっていうキーワードはなんかずっとあって、でまあメンバーのそういうごたごたの最中、真っ最中に書いた一曲でして、まあもう俺たちはもはや家族だなっていうことなんですけど、何にこのバンドを言い表そうかなって考えた時に、まあやっぱりファミリーっていうのがポーンってあって、ちょっとこう俺たち家族だぜなんて恥ずかしい、照れくさいんですけど、もう言っちゃおうと思ってもういいやと思って胸張って言おうと思って言った曲です。ドルーグ史上初かな、年をまたぐのは。ああ、そうですね、2017&2018 でたっぷり回るので、まあ、特に最後の1月26、渋谷チェルシーホテル、ぜひ皆さん来てください。お願いします。まあ、雨降って G 固まる、まさにその通りで、今俺たちのは固まってます。4人一丸となって、ライブをやりますんで、ぜひぜひみんなにライブでこの曲たちを聴いてほしいです。1月26日、渋谷チェルシーホテルワンマン、ぜひぜひ来てください。お願いします。